すげえ。だってもう6600って言ったら富士山の倍に近いよね。あすごい綺麗だね、あの雪が、雪と岩のまだら模様が。これね、スイスのよ、私のほら行くレンゲンから見る、はい、ユングフラウの山の形にすごい似てる、そうなんや、タムセルク、ちょっと帰って調べなあかん。ほんまや。あ、また渋滞してますね、向こうは。あ、ボンベさん来ました、つぐみさん、セッタボンベさんが。あ、ちょっとやっぱしんどいから休んであるわ。行きますか。これはきついですね、あの橋を渡るんやと思います。いやー絶景ですね、ここは。橋を渡ってます。谷が深い、数百メーターぐらいはあるでしょう。そしてこのカラフルな布が風に揺られて上流の方に向かって傾いております。そして下はもう断崖絶壁のミルク川です。仮の方を見ますと、僕らが先ほどまで歩いてきた山道、上り坂、そして河川敷の道が見えます。あれは6000何メーターの山らしいです。上に積もっているのは氷河だということです。再び上り坂です。かなりきついですね、こうやってずっと向こうの方まで上り坂です。いらんの、なんすかそれ。え、あのいつものデキスト、あ、一ついただきます、ありがとうございます。これは綺麗に一個一個パッキングされてるわ。うまい、珍しいね、うん、デクストロ、どこで買ったやつ、エナジー、これレモン、ビタミン C、うん、これレモン味やね、うん、けどね、煙が強いから砂ぼこりね、うん、機材にすごい悪い、だから、ね、歩いてる時はずっと手で押さえてる俺、なるべくホコリ入らないように。シュシュシュ、欲しいね、欲しいね。今回はいろいろ課題ができたけど、まずは電源と、そしてシュッシュッシュ、あとはつぐみさんが持ってきてるからいいんですけど、食料、あ、落ちた、ちょっと、あ、紐が切れたんや、あ、ああいう時もあるんやね、うん、紐が切れてポーターさんの背中から荷物が落ちました。まあ紐が切れる分にはしょうがないと思います。あの女の子の薄着ありえへんよな。はい、一応ショールするけど、そういう問題ちゃうやろ。まあ西洋人たくましい。あ、行きますか、はい、はい、かなり大混雑してきました。前にいるのが韓国のテレビ局のクルーさんたちです。ちょっとゆっくりなんで撮影することができます。いや、今度は日本人のグループですね、おそらく。じゃあ、こんにちは。こんにちは。あの辺りがエベレストの見える場所やということなんで、皆さん集まってます。かなりきつい登り坂を今ずっと登ってます。多分20分ぐらいは連続した登りやったと思います。お、来ました来ました、脱臼でしたっけ、こっち来る、はいはい、うわすごい煙、ちょっとカメラがやばいですね。
ナマステナマステ。僕らの仲間はどこ行ったんでしょうか。うわすごい煙ですね。あ、これはカメラに悪いです。Excuse me. Oh. Namaste. マジで。あれ。あれどれでしょうか。あれがエベレストだそうです。どっちでしょうか。右の雲かかってる方か左のごっつい方か分かりませんが、素晴らしい。あ、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 Should challenge think it's not really. Oh, okay. Yeah, come on, everyone stand back. I'll kill him if he wins. Okay. Steady. Length. Look at him. It's the cabbage. Oh my God. Cammy's got length and girth. Oh, it's length. Mighty Cammy. How many people are on that? Tommy, are you zooming in? Tommy is zooming into footprints on the summit. Oh, man. Namaste, namaste. あの人日本人かな。じゃない。あのおじいちゃんがカメラ構えてあるから、あの黒服のドイツ人みたいな二人がどいてくれどいてくれ、このおっちゃんに撮らさせてくれって言ってますね。あの右の山がエベレスト、左の山がエベレスト、真ん中、うん、どこにあります。ちょっと僕に見せてください。1,2,3 とあるでしょ、はいはい、下のあれも左もあれもあの山と見て真ん中の一番尖ってるの。あー、はいはい、これかな。今のあ雲かかってる方じゃなくてね。じゃなくて、あ、じゃあこれですね。今ちょうど画面の中央から上行ったところの、これ山がエベレストだということで、世界最高峰8,800何メーターでしたっけ。ちょっと忘れましたね。8,878、まあ、諸説あるみたいなんですけど、ちょっとここで休憩ですね。この棚田です。かなり傾斜面に立っているので、ご覧のように棚田に畑を作るしかありません。ナムチェの棚田でございます。ナマステー、ナマステこの町は、いや、これ一見の価値ありですね。やっぱり入り口には門がありますね。町の出口と入り口に多分門があるんでしょうね。これがネパールの決まりかもしれません。立派な門があって、その門の中にお釈迦さんの絵なんかが飾ってあります。これがおそらくチベットのしきたりなんでしょう。冷たい。ああ、洗濯してありますね。上流の方で洗濯してあります。ナマステー、ナマステー、ナマステー、ナマステ。ちょっとマニグルは回しておきましょうか。イエイ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 。かなりスムーズに。お、ナマステ、ダルデラ、スン、スンデラ、スンデラ、スン、スンデリ、スンデリナマステ、
鳥です、小鳥です。チベットの人たちここで寝泊まりしながら物を売って、はい、それからまた帰るらしいよ、はい、だから絨毯とかもいっぱい、あ、綺麗やね、うん、綺麗な、だから新しいの、そうですね、うん、靴も売ってますよ、ここでダウンジャケット買おうかな。あナマステー、ナマステー、ナマステナマステ。はい。オフ。しょ。27分、はい、標高3376メートル、7度です。寒い、寒い、早く入りましょう。隣がサイバーカフェですよ、はい、ありがとうございます。一応インターネットはできる可能性があります、ありがとうございます。おお、入った入った、あー、やっと着いたね、嬉しいね、この瞬間、この瞬間が一番嬉しいですね。エベレスト見えた瞬間よりもこの瞬間の方が嬉しいというのはどういうことなんでしょうか。天に車あるね、回しておきます。おい、1975年誕生したというこのロッジです。